創立100年を超える伝統校、三重県立名張高等学校。自立、協調、創造を校訓とし、自分の興味関心に合わせて4系列9専攻から学びたい科目を自分で考え選択できる総合学科の学校です。今回は授業などを通して地域と連携しながら生徒たちの学びを深め、名張全体の活性化につなげる名張高校のさまざまな取り組みを紹介します。6月下旬、名張高校に集まったのは地元の企業の社員をはじめ、芸術家や地元で起業した人など、それぞれが地域で活躍するキーパーソン8人です。リラックスした雰囲気の中、それぞれ自己紹介をして交流を深めます。実は彼らはこの日行われる1年生の授業、地域学のゲストティーチャーとして招かれました。名張高校では数年前から授業の中で地域で活躍するさまざまな業種の人から話を聞く試みを続けています。生徒らは将来就く職業のタイプを知ることができる自己分析プログラム RCAP の診断結果から自分の興味関心に合うゲスト2人を選んで話を聞きました。人に影響を与えるディレクタータイプとして招かれたのは、まちづくり協議会で活躍するほか地元での起業経験を持つ伊州元幸さんです。伊州さんは自身の起業に至った経緯や地域での活動を紹介、夢を実現するために大切にしてきた思いなどを熱く語りました。名張市の中には15地区の町作りがあって、例えば由比ヶ丘の方に、土ヶ丘の方に、どんな仕事でも自分の特性を生かして楽しむことが重要と話すのは、地元で食品加工会社を立ち上げた杉岡由紀子さんです。コツコツ物事を進めるパフォーマータイプとして招かれた杉岡さん。経営者の視点から生徒たちに将来を考える上で大事なことを伝えていきます。並んだその姿を見るとすごく気持ちが良くて達成感が湧くんですよね。きっちりしているところがもう特性なんですとかいうのを振り上げて、この守られた同じここのライン、大人ってなんだと問いかけ、生徒らに熱いエールを送ったのは、地元でコワーキングスペースを運営する北森ひとみさんです。大人ってなんだっていう質問、実は私が皆さんぐらいの時に思ってた疑問です。私がやりたいのは、こういう誰かのやりたいっていう思いがちゃんと実験できる、実現できる場所があるという、ここの掛け算です。好きなこと、何かをやりたい気持ちを原動力に、さまざまなアイデアを実現させ、精力的に活動する北森さんに、生徒の皆さんも感銘を受けたようです。どういった内容が一番印象に残りました？自分がやりたいことをいかに仕事に移せるか、大変だけど、やっぱそのみんなにも自分の好きなものを共有していきたいっていうところがいいなと思いました。自分のやりたいことを、自分の好きなことをなんかみんなで共感できて、それをなんか行動に移せるっていうのがとてもいいと思いました。やっぱりその自分のその好きなスポーツとかを、そのこういういろんな人にやっぱ発信して、その共有できて、自分の好きなことを人にも知ってもらえて、相手も同じ好きなことになってもらえればいいなと思いました。多彩な顔ぶれのゲストに話を聞いた今回の授業、生徒たちが自分の将来の道を考えるヒントとなったようです。次回は授業や課外活動を通じ、地域と連携して学びを深める名張高校生徒の皆さんの取り組みを紹介します。お楽しみに。
あっちどっちそっち ABS